じゃあ最後。こんばんはこんばんは始まってる。このバタバタ加減はね。これ真っ白。ね、こんばん。あれ、こんばん。行っても、なんか画面が出てます。こんばんは。あ、見れない。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。やほ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 。せーの、アップアップガールズカッカリーでーす。イエーイ。こんばんは。こんばんは。今週は通常の10時からお送りしています。はい、見てますか、チョケラ。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。で、今日はいかがお過ごしでしたか。今日は、はい、朝は、うん、ちょっとあるロケに行きまして、はい、行ってきましたね。行ってきました、マーナとアカリとミーコで3人で行って、もう結構泥だらけになったり、私も傷だらけになったり、もうかっこいい、傷だらけもしてるし、顔もなんかぶつけてあるものに、なんかもうなんか脳震盪みたいな、結構傷ついてるでしょ、うん、なってる。なんか森に入って帰ってきたらボロボロになっちゃってサバイバルかな、結構サバイバルになってる、ね、めっちゃ手が締めるの、手洗うと。あーね、そうね、手も結構使ったから、すごい滑った。なんか森の中でサバイバルしてきた。そう、結構森に帰ったらちょっと傷だらけになって、ね、泥まみれの、ね、いいことが結構、あのね、そう、あのこの服で行ったから結構泥がね、まだすごいから見せちゃダメだね。で、サオさんはちゃんと考えて着替えを持ってきてね。そう、偉い。そう、森に行くなら絶対服はもうそのまま通るので、見れないなと思ったから。結局その服は汚れたの。汚れたよね。サオさんが一番着てなかった。マジで、それ着てほしかったわ。え、もう着てやんないくらい、もうびちゃびちゃだし。そうそうそう、背中黒くなってたもん。ピンクの服が黒くなってた。そうなってた。やば、朝落ちるのかね。落ちるか分かんない。やばいです。って感じで、で、はい、あとあれですね、うん、あのニューバランス、ニューバランスの展示会みたいなパーティー、うんうんうん、行ってきて、はい、みんなでね、はい、まあ、ライブでも履いてるので、うん、ね、すごい、もう早速履いてます。そうだよね、泥だらけになっちゃったから。よかったね、ちょうどぴったり、あの自分が履いてきた靴がもう泥まみれだったから、あーと思ってたらちょうどね、ちょうど今日いただけたので。履き心地どうなんですか。履き心地すごいです、やっぱ大好き、軽いの、軽いよね、うん、確かに。そう、だから普段使いもいいしね、ライブでも入ってるから、うん、お世話になります、うん、なってます。よかったよかった。イエーイ。そして今日はこの3人でお送りします。はい、はい、あの昨日は、うん、アットジャムザワールドに、うん、私がアットジャムオールスターズ2017として、はい、出演してきまして、今日あのジャケットの方と MV の方もさっき、うん、もっとさっき公開されたんですけど、見ました、皆さん。お、見たよ、見たって、 MV も見たって。お、珍しいメンバーですね、だって。そうですね、もう私がその中で最年長なんですよ、まずその時点ですごい、うん、結構もう不思議な感じじゃん。うんうん、確かにね。なんか結構さ、うん、なんかまあ他のグループの人と絡むってこともあんまなかったけど、うんうんうん、あったとしてもどっちかっていうと、うんうん、年下みたいな感じで入る、うんうん、確かにみたいなイメージがあったから、うん、なんかお、最年長なんだって、ちょっとなんか初めて初めて会ったのがちょっと何日か前にレコーディングとか撮影した時なんだけど、うん、ちょっと年齢をもしやと思ってみんなに年齢を聞いたら一番上で、あ、これはちょっとなんか仕切ったりまとめたりしなきゃいけないんだって、ちょっとそこでいきなりちょっと焦っちゃって、うんうん、なんかしかもみんなすごいね、うん、なんかポワーってしてる子たちなの。確かに、そう、すごい、 そうだね、いや、それがちょっとまだ救いなの。なんか怖い子たちだったらもうまとめられないって思ったんだけど、負けちゃうね。そう思ったんだけど、みんなすごいね、なんか本当になんかマイペースでホワホワしてて、なんか時間がすごいゆったりすぎるの、5人でいるのが、そうだねみたいな、なんかよろしくお願いしますみたいな感じの空気感で、だからなんかすごい、それはすごい楽しいなって思うんだけど、うん、あの私がちょっと目をつけてるのは、うん、つけてるの怖い怖い怖い、あの東京パフォーマンスドールのセイラちゃんが、うん、は私の1個下なの、う
そうだから2番目なの、うんうん、だけどさすごい結構一番落ち着いて見えるから、うん、確かにちょっとこれは頼りになるぞって思って、うん、何かあると結構だよねみたいなそういう目の付け方してんのそうだよねみたいな助け目の目みたいなちょっと支えてもらおうっていう、うん、なるほどね。そう何かあったら行っちゃおうみたいな、ね、そう何かあったらなるほど、そう一番頼りになるなって思ってるから、おそう、ね、昨日番組終わってからもそういう連絡をして、うん、ちょっと頼りにしてるから、うん、よろしくお願いしますっていう連絡して、あそれはマークしてますね、はい、でもそんな感じでいい感じに、うん、なんか結構バラバラな感じで、うん、なんか、うん、そんなグループ自体はまあ結構さ、うん、まあなんか、まあ、そう東京パフォーマンスドールとかもそうだけど、うん、なんかまあライブ一緒にやったりとか、うんうん、まあ、結構前だけど、うん、確かにそうライブ一緒にやったり、うん、まあ、なんか大きいイベントではさ、うん、一緒になったりするじゃん、うん、でワースターとかも、うんうんうん、亀戸とかもか、うん、だからなんか一方的にこう見てワースターの曲とか楽屋で歌ったりとかさ、そういうのはしてたけど、なんか1対1で絡むとかあんまなかったから、確かに個別ではすごい新鮮な感じだけど、うん、でもなんかまた今までのオールスターズとはまた違った空気感になるんじゃないかなってすごい思ってるから、うん、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。まずあの、うん、なんかあれですよね、予約とかもありますからね、うん、CD に、おー、はい、なんかね、チケット買うとです、買うと、はい、っていうのもありますし、 MV もぜひチェックよろしくお願いします。お願いしますってことでね、はい、今回は、うん、え、どういうこと、あの回以来のサホさんと佐藤さん、いやなんかさ、それぞれ2人でさイベントやってさ、ちょっと気まずかった的な話を聞いたんだけど、そう、ね、それぞれのあのね、別で出てる時にサホさんはすごい仲良かったよみたいな話してて、うん、綾乃は全然話をねしてくれなかったよって話してたっていう、おかしいな、そうなんか全部会話がオウム返しだった、暑いね暑いねなんとかねなんとかねみたいな、やっぱ気まずかったっていうのは噂では聞いてるんですけど、基本的にはでも良かったよね。やっぱそう、やっぱそうなの二人。そうだね、割と、ね、だきっと眠かったんだよね。うん、あの時結構ハード、ね、ハードな感じ。福岡、うん、うん、そういうことにしとこう。もうそうだね、うん、ちょっとそうだ、ね、いい感じに丸めとこう。うん、うん、よかったと思うよ。サムさんはね、そうずっと言ってるよね。なかなか結構5学年って5学年、うん、低くないライン。もう、ね、どうすんのよ、どうすんのよ、どうすんのよ。最近なんか全然何も気になんない、それいいかなんかね、みんなが目合ってないとかね、そうそう、なんかね、気にしすぎだって言われるから気にしないようにしてた。そうそう、なんかね、そうだよね、うん、2人の歌の時にあんまり目が合わなかったなって綾乃さんは嘆いてましたけど、そうですね、合ってたんだけど絶対合ってた、いや合ってた、合ってた、青さんすごい通すね、合ってたんだ、合ってたんだけどね、うん、なんかどうなんだろうね、なんかなんか完全に一方通行なあれなんだけど、あの指針来たみたいな感じのそうそうタイプじゃんこれ、どういうことなんか目、ね、あ、そう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 、あ、違うわ、全然違うわ、うん、ごめん、なんでもない、うん、おうおう、なるほどね、大丈夫です、うん、まあまあ、仲はいいですよ、大丈夫ですよ、いいってことだね、はい、うん、怖い怖い、今日は私が MC をやりたいと思います、はい、イエイ、お願いします、イエロー、 MC です、イエロー頑張って MC です、怖いです、やばいやばい、てか最近こういうのすごい多くない、何、なんかめっちゃ変なことやるの、ね、そう、え、今日もさ、うん、あのこのメンバーとあとアズでいたんだけど、うんうん、なんかすごい変なことやり始めたりとか、うん、メンバーみんなキョトンとするもんね、そう、何なんだろうね、何してんの、分かんない、多分無意識でしょ、私的には普通にそういう流れだなと思って、どういう流れだ全然分かんない、全然分かんない、サムさんだけの空気で急にやりだすから周りてんてんてんみたいなね、うんうん、そうなんですね、よくありますよ、そうですね、じゃあタイトルコールいきましょうはい、流れな、せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー、イエーイ、じゃあまず自己紹介から、はい、今日は童心に帰って森の中に戻りました千石みなみです、よろしくお願いします、どうぞ、はい、今日はなんだろうなんだろうなんか言って、あ、最近
あの髪型シミュレーションアプリみたいなやつにハマってます。お分かりです。女子。面白いよね。はい、昨日夏服をタンスから引っ張り出してきました佐藤彩乃です。昨日なんかいや半分は出してたの、うん、だけどなんか知らないけど半分は出してなくて、うんうんうん、で昨日見つけてその引き出しを、うんうんうん、でこれいつ着んだろうって思って、うん、とりあえず出してみた。でこれそうそうこれかわいいな。ありがとう。絶対持ってないね。かわいい。出したてだよ。出したてだよ。アイロンかけたよ。イエーイ。はい、ということでじゃあまずショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますのでどんどんアピールしてください。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。ペイキスね。はいはいはい、ということでね、じゃあまずは現在のランキングを確認したいと思います。はい、さあ第3位、和田ジェイさん。はい、イエイ。ありがとうございます。第2位、フルさん。フルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、第1位が、あ、みーこの雪見大福見てきた。お尻あの、JK 忍者ガールズの映画で、私のお尻触られるんですよ。あ、びっくり、お尻見せたのかな。それを、雪見大福って言いながら触られるっていうシーンが、あ、言っちゃった。あっ今の忘れてる。だよもうっていうようなシーンもあるかもねっていう、うん、めちゃ絶対あるじゃん。絶対あるじゃん。そんな見てください皆さん、忍者カード見に行こうみんな。はい、そして第1位が白玉さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アパプガールズかっこりの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、はい、毎週火曜日22時からショールームで生配信しているのでぜひ生でもご参加してください。はい、ではここからは1週間を振り返っていこうと思います。はい、まずは19日は、うん、六本木ヒルズアリーナでトランスフォーマー、はい、最後の騎士王のイベントに出演していただいて、はいはい、あの公式応援アイドルみたいな座をかけて、はい、パスポとスパガとアプガで戦ったんですけど、うん、ね、負けましたね。ナチュラルに負けましたね。そう、なんかそういう戦いみたいなテーマだったから、うん、マーブルヒーローっていうね曲を持っていったんですけど、うん、ね、ちょっと変身足りなかったね。そうね、うん、みんなちゃんとフォーメーション組んでさ、ね、変身ポーズみたいなの作ってきてたけど、さすがね、生身のヒーロー戦隊の歌で言っちゃってね、うん、やっぱ強かったねみんなね、うん、強かったね。すごかったです、はい、でも生でさ、あれが見れたのはすごかった。そう、トランスフォーマーの車から、うん、ダーンってね、そうなるのがめっちゃすごかった。ダーンってね、車がどんどんダーンってね、立ち上がってびっくりした、はい、そういうのが見れたりとかして、ね、うん、はい、よかったですね。でですね、次の日は大森聖子さんのライブに、はい、うん、まあ、ゲストで出演させていただいて、はい、無限クライマックスを見らせていただきました、うん、大森さんが歌うのに合わせて、うんうん、こう、あれサプライズだよね。サプライズね、告知なしで、告知なしで急にバッと出てって、はい、踊ってバッて帰るっていうやりました。もうやって、はい、なんかすごいね、なんか照明とかもすごいかっこよかった、ね、かっこよかった、かっこよかった。すごいなんか踊ってても、うん、あれだったし、多分見てた人もさ、うん、あれ誰だみたいな、ね、暗かったしね。暗い、結構暗くてしれっと見せるみたいな感じだったんですけど、うん、ちょっと見てた人いるのかな。ね、でもさ、大森さんのねライブも行ってるっていう人とかファンの方でさ、うん、よくいるから、そう、突然だったけど、だから、あ、友達が見に行ったって人とか、そういう人結構多いね、うん、あの手挙げてるのっていうやつの人も。本当だ、寿司。嬉しい。いや、びっくりだよね。そうだよね、びっくりしたと思う。だってなんかアズが言ってたんだけど、うん、なんか大森さんがいいねかリツイートしてたかわかんないけど、うん、その、うん、大森さんのライブ見に行った人がなんか無限クライマックス歌った時に、なんか目の前にエロいダンサーいるなって思ったらアップガの関根あずさだったっていう、すごい喜んでた。エロいダンサー、エロいって嬉しいみたいな、皆さんらしい。そうそうですよ、うん、あのデスが終わってから大森さんのライブも見れたので、ね、結構久しぶりかな、
久しぶり、久しぶり、愉快とかぶりかな、か、ね、ちゃんと下短縮を見るの、ね、久しぶり、客席で見るの、うん、めちゃかっこよかった、うん、もうね、なんかね、うん、あのツアーって来てね、そう、そう、来た、見たね、うん、なんならピンクのサイルも振りたかった、ねえ、ね、会いたかった、皆さんすごい楽しかった、なんか、まあ、ライブもすごいかっこよかったし、うん、なんかアンコールとかでお客さんと絡んでるのも、うん、すごい面白くて、もう面白かった、あっがギラ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 、絶対うるさかったよね、さあすごい面白かった、足の臭い話題と本当にちょっとなんか私人のこと言えないかったすごい笑ってた、うん、珍しい、そう楽しかった、なんか面白いね、ね、面白かった、うん、本当にこれまた見に行きたいね、行きたいし、またなんか一緒にやりたいなって思いますね、はい、して、まあ、その日に、はい、まあ、モリティがプロレスの、うん、各プロレスのオーディション特番に出演して、うん、はい、まあ、今現在4人がショールーム配信中ってことなんですけど、うん、なんかね、うん、なんかすごい個性的な子たちが集まってるね、本当に、うん、だって納豆をめっちゃ書きます、ね、何十回も書きますジュースになんないでしょって思って見てたけど、いやすごい、だってあの、ね、私は、うん、あの一回面接、うんうんうん、何時って言うんだろう、分かんないけど、オーディション、そう、オーディション2時か、うん、2時審査の時私とモリティで、うん、参加させてもらったんですよ、うんうんうん、その時もみんなに会ったけど、うん、あもうなんかやっぱ2期の時とは全然違うの、うんうんうん、来てる感じみんなの、うん、ですごいとにかくキャラが濃いみんなって思って、うん、なんかどう、なんかこれ誰が選ばれてもすごい、うん、絶対今までのアイドルグループにない感じのグループになるんだろうなってすごい思って楽しみにしてたから、うんうんうん、なんかこれからもなんか絡む時とかなんかどういう感じなんだろうか、確かにちょっと怖さも、うん、確かにそう緊張しそう、うん、こちらがすごい、一回お話ししてみたいな、うんうん、ね、会ったことないからまだそう、ね、そう、そう、そしてですね、22日は、はい、秋葉カルチャーズ劇場で、うん、7人最後のカバー公演を行いまして、はいはい、やりました、今回は、うん、あの90分がっつり、ね、ライブみたいな感じで、うん、やらせていただいたんですけど、はい、まあもちろんハロープロジェクトの曲、今までこう7人でカバーしてた思い出のハロープロの曲だったりとか、うん、まあ最新の結構無限クライマックスもそうだし、うん、だからそういう最新のハローの曲に挑戦したりとかもしたし、うん、まあ、ハロー以外の曲をカバーしたりとか、うん、あとこう今まで対バンとかで一緒にやってきたアイドルグループの曲もカバーしたりとか、うん、あと UFGS もね、はい、やってきた盛りだくさんカバーダンス、ダンスだけとか、うんうんうん、あと私たちあのオリジナル曲できる前に歌ってたケーキハウスっていう曲なんですけど、ね、それもカバーしたりとか、もうほんと盛りだくさんで、はい、うん、なんか結構正直始まる前まではほんと頭がパンパンで、ね、すごかった、大変だったけどでもなんかすごい楽しかったし、うん、なんか多分いろんな方に楽しんでもらったんじゃないかなって、うんうん、昔から私たちのこと知ってる人とか、うんうん、まあ、そうだけど、うん、こう最近私たちのこと好きになった人とか、うんうん、なんか逆にそのアップ外外の曲あんま知らないっていう人とか、うんうんうん、もうね、うん、多分楽しんでもらえたんじゃないかなって思うんですけど、ね、なんか印象に残ってる曲とかあります？なんだろう、まあ、でもやっぱメドレーは衝撃だったね、サホさんが考え出したんですけどそうだよね、今までやってきたアイドルさんとの対バン曲すごい結構やらせてもらってきたからたくさんあったから選べないということで、もうメドレーにしちゃえってサホさんが言い出して、うん、それやばくないと思ったんですけど、いざやってみたら楽しかった、楽しかった ね、でもなんかその分一個ずつ結構思い出すのが多かったから、そう、ね、パスポの表情飛行だったりとか、うん、なんかいろいろね振りをもう一回起こし直してみたいな感じで、そうなんですよ、あとブンブンナインとかね、そうなんですよ、懐かしいね、でもさよならとかね、ナーデとか、うん、名曲がやっぱ多いから他のアイドルさんも、そう、なんかねティフみたいだった、わかるね、アイドル曲盛りだくさんみたいな、名曲揃いみたいな、うん、すごかった、そうなんだよ、メドレーにしてるからさ、うん、なんかなおさらだよね、わかる、なんかサビとかだけだからアイドルフェス感すごかった、そあそこだけでの、うん、ギュッてね、ノンさんはなんか印象的な、なんだろう、やっぱね、初恋、うん、サンライズかな、あーもうあれはちょっとスバキファクトリーのね、そうそうそう、結構今回の 何回だったよね、結構ね、難しかった、最後の方まで
迷ったっていうか、うん、できるかなみたいな結構ギリギリな、うん、やばいよって感じで撮ったんですけど、ね、そう歌がさすごい難しいじゃん、難しい歌詞、早口だったりとか、うんうんうん、もうすごい歌詞が詰まってたりとか、ね、だけどねあれもちょっと悪ノリもあったりとかして、ね、小夏が全部セリフを言ってどんどん倍地も真ん中に言うたびに真ん中に近づいてた、うんね、あれちょっと映像で見たいなって、いや見たい、ね、楽しかった楽しかった、うん、しかもなんかそう小夏と話してたんだけど、うん、なんか、うん、あれは椿ファクトリーがやるから、うん、それなりに可愛い曲に聞こえるのであって、うん、可愛いし強い感じに聞こえるのであって、うんうん、うちらがやるともう本当に強いだけ、うん、本当になんか挑発的な曲にしか聞こえないみたいな、確かにちょっと本当に強かった気がする、うん、確かに、うん、そうねなんかでもちょっと思ったのが、うん、結構やっぱ最初の方、うん、まあ結成した時とかずっとカバーやってたけど、うん、なんかその頃ってどうしてもその本人の面影を追ってるっていうか、うん、なんかそういうイメージが結構あったんだけど、うん、なんか今はなんか、うん、同じ曲やっててもアップ画だなってなんか確かに感じが、うん、なんかアップ画がやるとこうなるんだみたいな見え方になったのかなってすごい今回のカバー公演ですごい思った、確かにか、ね、そうただ真似して追うだけじゃなくて、うん、ちゃんと自分たち流にしてできるようにまでなのかなってちょっとだけちょっと思いましたね、確かに前必死すぎてたけど ね今はちょっと楽しんでもできたりとか、うんうん、ね、そういう自分たち流に小夏版のセリフにしたりとか毎日もちょっと変えたりとかしてね、うん、ちょっとオリジナル感もね、うん、入れつつできたから、うん、すごい楽しかった、うんね、楽しかった必死だったけどね、覚えるの、うん、すごい大変だったね、大変だった、みんなすごかったよね、すごかった、本当にリハーサルの姿見せたいぐらいやばいよ、かつてないぐらいのなんかみんなのなんか絶望感、そうこれさ、なんかどんどんね、うん、これあと1週間でしょっていうところから、うん、あと3日だよねとか言うんだけど、どんどんみんなの顔がやばいって曇ってきて、うん、全然もう動けなくなった時もあって、ね、うん、あったあった、うん、もう今日は本当に無理ですみたいな、容量オーバーなんで解散しましょうみたいな今日は帰らせてくださいみたいな、帰ろうみたいなあったね、あったよね、でも無事に、はい、面白かった、ガスタのカバー公演できてよかったな、はい、よかったです、そして次の日は、うん、関ヶ原、はい、そうだ、歌姫合戦に出演しまして、はい、はい、なんか雨降ったり降らなかったりしてたけど、ね、アップの時は降らなかったのかな、小雨ぐらいかな、うん、ちょっと降ったけど、うん、みたいな、そう、うん、でもなんか毎年出させていただいてて、うん、すごいやっぱ野外いいなと思うし ね夏感あるよね、あるね、今回あれだもんね、去年も着た水着衣装っていうので、うんうん、この関ヶ原は出て、うん、なんかやっぱ夏だなって感じする衣装からしても、ね、ついに解禁でしたよね、水鉄砲とかも解禁したもん ね水風船も解禁したから、そうだ、しましたよ、夏が始まったなっていうのが ね詰まってた、そう2期も出てたから、そう、うん、2期も、うん、2期と、うん、そっち2個ステージあったんですけど、2個とも2期と、うん、2期アップがっていう流れで、うん、あ、順番がね、そう、うん、やってて、うん、徳川ステージだっけ、うんうん、一番大きいところのステージ、うん、では、うん、2期がラストの曲にアッパーカットやって、うん、で、仮の方が1曲目にアッパーカットやったから、うん、レンチャンっていう、ね、なんか私たちも2期のセットリスト知らなかったんですよ、うんうん、始まるまで、はい、そしたらラストの曲アッパーカットかかって、うん、えみたいな、なんか、ね、そうそうダブリダブリとか言って、次私たちアッパーカットだよねって思ったら、すごい山田さんがニヤニヤしてたから、そう、そうやられたと思って狙ったなね、そう、でもなんか並んでるからこそさ、違いがさより分かって、うんうん、面白かった、なんかえちょっと緊張したね、ちょっとプレッシャーだったよね、そうあったあった、そうちゃんと見せなきゃって、ね、そう確かに、えなんかうちらの方がやっぱり、うん、アッパーカットやってる歴は長いし、うん、やっぱりうちらの曲だから、うん、っていうのもあるけどさ、うん、やっぱ2期の方がフレッシュじゃん、うん、体も軽いし、まだまだ、うんうんうん、そうだからそんなことないまあでもいろいろ気にしちゃったよねやっぱ2期がそのフレッシュな分、うんうん、アップ側はちょっともう年老いてる分、どうやって見せようかとか年老いてる分なんて言わないで
でもやっぱそこも、うん、アップ側か仮の方は仮の良さだし、うんうん、2期のねフレッシュ感も2期の良さだしねね良かったと思います。うん、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあコーナーに行きましょう。そうですね。はい、どうかロードトゥどうしたこれ言うの言わない嫌な人なんですね。嫌な人なんですねさてからかな。さて、はい、さて、さて先週もお伝えしましたが、はてはて、私に対して最後の単独公演、はい、アップアップガールズ過去借り、はい、これが私たちの生きる道、はい、Way of Our Life が9月15日に ZEP 東京で開催することを発表しました。はい、キャキャー、来ました。どうですか。どうでしょう。いやまあついに発表されたなって感じはして、うん、そうなんかあのファンの方とかも。うん、9月なんだねみたいな感じので、うんうんうん、でもなんかより一層こうアップガの夏っていうのがあの、うん、このライブが発表されたことによって大切な夏になるんじゃないかなって思ったので、うんうん、まあなんかすごい気が引き締まりましたね。確かにですね。はい、ね、どうです。そうですね、なんかまあね卒業の発表してたけど日付まではね言ってなかったのが、うん、まあ、実際こう9月15日にラストライブって決まったことによって、うん、ファンの人もなんかそう思いながら一緒に夏を過ごしてくれるんじゃないかなと思うし、うん、そこに向けて一番ベストな状態で走っていきたいなと思うので、うん、なんかこうより気を引き締めてそこに向かって、うん、あの濃厚な夏を過ごしたいなって今思っております。ね、はい、でも2ヶ月ないですから。ないんですよ ね平日でごめんねみんな。いや本当にうまいよな。いや大変なのよライブ会場抑えんの本当にごめんね。そうだ平日なんですよね15。はい、はい、でもね、うん、うん、ブログ選考がどうしたのブログ選考が30日までで、うん、おそうね、そうそう左上のバナーから購入できますので、はい、感じたんだ。左上ぜひ皆さん、はい、今すぐゲットしてください。ね、もうすぐブログの選考は30日までなので、よろしくお願いします。ぜひ。どんなライブになるんですかね。ね、なんか、うん、まあアップガにとって初めての卒業なので、うん、そうだね、うん、なんかどうなるんだろうっていうのは本当に想像できないし、確かにね、なんか未だになんかね、うんうん、まあ分かってはいるんだけど、うんうんうん、分かってはいるんだけど、うん、なんかどうその日はどういう自分がいるのかなっていうのがあんまり想像できなくて、うんうんうん、なんか、うん、ちょっとドキドキしてるんだけど、うんうん、そうだよね、まだ未経験というかね、そう未知の感じはあるなので、うん、なんかねどういう気持ちになるのかなとか、うん、ちょっとすごいドキドキするするけど、ね、うん、まあでも最後しっかりなんか7人で、うん、ここまで来たから、うん、しっかりコアプガの7人の最高の姿を見せたいなって思ってるし、うんうん、なんか皆さんにも笑ってる。いやいや、どうぞ続けて。皆さんにもね、はい、なんかそう、はい、なんかアプガのこと応援してよかったなと思ってもらいたいし、うん、まあ、これから先の7人のこともなんか楽しみにしてもらえるようなライブにしたいなって思ってるんですけど、はい、まあ、今日は7人に対して最後の単独公演を前にアプガのライブをもっと知ってもらうためにもうこんな企画を用意しました、うん、はい、行きます。 Road to Way of Our Life、 ライブでアプガを振り返ろう。イエーイさあ、アプガのライブの数々をもっと知ってもらうために、はい、トークでアプガのライブを振り返っていこうと思います。イエイ。こちらに今までのワンマンとツアーのこちらがございます。細かいです。いっぱい、わ、めちゃくちゃある。やばい。2012年からね、アプガのファーストライブから、うん、そうですよ。わお、すごいいっぱい。で、あのボックスの方に〇〇のライブっていうテーマが入ってるんですよ、はい、でそのテーマに沿ってトークをしていきたいなって思いますので、はい、じゃあミック引いてもらっていいですか。いいですか。じゃあ、いっぱいあったね。うん、皆さんも一緒になんか振り返って覚えてることとかコメントを書いてください、ね、てれ個人的にピンチだったライブ。おー、これはみんなそれぞれあるでしょ。あるでしょ。あるんじゃない。やっぱね、ライブってさ、うんうん、こういうんじゃなくてもいいんだよね。なくてもいい。ここにはイベントライブでもしか書いてないけど、ピンチだったらピンチ。え、どの辺のピンチ。いや、何でもいいよ。なんか、はい、チャック開いてるでもいいし、いろんな意味で。
個人的じゃない、全面的にピンチだったライブにしよう。なんだなんだ、どれだ、1個1個あんの、1個ある、1個ある、多分知らない人の方が多いだろうね。どれっていうか知らない、覚えてない人とかもいる。なになにライブ、え、いい、うん、うん、アップアップガールズカッコカリが、うん、定期公演を今もやってるんですけど、うん、それ の、うん、あの TFM ホールでやった何それ、言うの、それ言うの、言っちゃう。ちょっとデコンキスタという曲をやったんですけれども、それもカバー公演というか、カバー公演、カバーってオリジナル曲がなかったからやったんですけど、うんうんうん、ちょっとオリジナル曲じゃないや、あのカバー曲をたくさん本当にやりすぎたので、うんうん、メンバー誰も歌えないっていう事件がありました。いや、あれか、あれか、あれ、みんな知ってんの、覚えてる人もいるんじゃない、でも覚えてる人もいるじゃん、でも見せてたら覚えてると思う、結構衝撃、なんか衝撃だったよ自分も、うんうんうん、なんか本当に、あの、まあ本当に、うん、その当時は、まあ、言い訳で申し訳ないんですけど、うんうん、カバー曲しかなかったので、うん、もう毎回新曲を覚えるような感じで、ね、20曲近くだよね、で3公演とかあるから、うんうんうん、3公演分の新曲を毎回覚えなきゃいけなくて、うんうんうん、で、まあちょっとね、ダンスを優先して覚えてたんですよ。そうね、ダンスを、そう、本音合わせたりとかして、うんうん、なんかレコンキスタは振りがなかったの、うんうん、だから後回しにしてたんですよ、うんうんうん、大丈夫だろうって、うんうん、で、振りの曲だけ結構重点的にリハーサルしてて、うん、で本番本番歌ったら、うん、あれ誰も歌えないなんか歌詞全然入ってなくて、みんなやばかったね、でなんかうんうんうんデザインに出てこないね、なんか俺しか出てこない、あーみたいな、なんかもうひねり出してもうでもこんな感じ、あれはやばかった、もう冷やせっていうか、もうやばって本気で、そうね、あ、忘れてたね。いやでも本当に毎回しんどかったよね、あれ実際。私その時泣いてるのかと思ってそれ本当申し訳ない、ごめんなさい本当に。いやだって怖かったもんね、その後吐けの怖かった、そう、なんか本当に、でみんなとすごい反省して、うんうん、そっからはなんかね、ちゃんとそう、直せて、ね、そう、曲ないかとか、歌だけの曲もちゃんとね、みんなでこうリハーサルで合わせたりしようっていうのはやったんですけど、懐かしい、本当にもう、あれは本当なんかみんなもう冷や汗しか出なかったよね、冷や汗だね、本当こんなに出ないのかってぐらいになって、しかも結構歌割りが3、4みたいな感じだから、うんうん、ソロとかなかったんですよ、だから多分みんなちょっと一人じゃないからっていう安心して、ね、安心感もあったら、うん、まさかの誰も歌えないっていう、ね、いやもうそれは全体的にピンチだったね、あれはちょっと本当に、うん、みんなピンチみたいな、ピンチっていうかもう本当にね、いやピンチじゃないの、音止めてって思ったけど、絶望本当にもう絶望だよね、もうステージ立てないって思ったぐらいの、本当に本当に多分私たちもうまたクビだなって思ったから、だからクビになったのかなとも思ってしまった、確かにね、うん、そういうとこだよね、そういうとこだよ ね、頑張ろう、いやもう心入れ替えてますからね、うん、そう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 、もちろん 9.15 はピンチは起きないですよ、いや起きないですよ、起こさないように頑張りましょう、いやもうそういう感じのピンチは、ね、他のピンチはあるかもしれないけど、確かにそういうね、もううっかりみたいなのは絶対にないです、全曲確認して、はい、ね、うん、はい、頑張りましょう、頑張ります、はい、じゃあ聞きますか、はい、あ、これ、うん、よし、なんとなくたまに思い出すラジオすごい難しいお題、すごいね、難しい、なんだろう、なんだろうな、なんとなくたまに、はっきりとじゃないんだよ、そう、なんだろう、めちゃくちゃ思い出すんじゃなくて、たまに思い出す、たまに思い出すやつなんだろう、でも、うん、やっぱ横浜ブリッツかな、あー、わかるかも、どっちの、でもどっちか覚えてないんだよね、何あのさ、うん、自分たちで出し物やったじゃん、うん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 、それ両方やった、そう、両方やってさ、怒られたやつ、赤坂のファイナルの時か、この赤坂かな、え、過去仮を破ったやつ、あ、そう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 、あー、赤坂だ、やったね、なんかその時期、結構なんかそのライブで、うん、
こうコーナーみたいなのがあったんですよ、うん、単独ライブ、うん、なんか今みたいになんかずっと歌いっぱなしとかじゃなくて、うん、コーナーとかがあって、うん、で年下組と年上組とかに分かれて、うんうんうん、なんか好きな出し物やったりとか、うん、っていうのをやってる時期があって、うん、でなんか一回全員でやったんですよその時は、うんうん、赤坂ブリッツでやったライブの時は、うんうんうん、でなんか本当はツアーだったので横浜ブリッツで大阪名古屋回って、うんうん、でファイナルが赤坂ブリッツだったんですよ、うん、で、まあ、全部ツアーでやる予定だったんだけど、うん、なかなかこういろんな出し物をやっても OK が出なくて、うんうん、どん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 迷走してっちゃってで結局決まらずファイナルしかできなかったんですけど、うん、なんか確かにぼやっと思い出すかもしれない、うん、なんかその時やったのは、うん、なんかカッコ仮を取るためにみたいなテーマで、うん、なんかそれぞれが、うん、こうなんかスピーチみたいなのしながら、うん、そうスピーチしたり曲に合わせて、うん、なんかバンズファイヤーっていう曲に合わせて、うん、なんかそれぞれ一人ずつ、うん、バンズファイヤーをその子っぽくアレンジしてもらってる中で、うん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 、それ自分のカッコ仮を取るためにっていうのを表現していくみたいな、うんうんうん、で最後にみんなででっかいカッコ仮って書かれた紙を破るっていうのがあったんですけど、うん、確かに、なんか確かに ねあれ、森崎が飛んでくるシーンあったよね、最初に森崎が弾っこされる借りに行って、あのシーンたまに出てくるあれ、結構残るそこ全く出てこないえ、くるくるくる、お、トシアットタイマンさんからタワーが、ありがとうございます、ありがとうございます、うんうんうん、でもそれ DVD あるの、うん、あるんですよね、ぜひ見てください、見たことない方見てほしい、笑っちゃう、今見るとすごい面白くて、ね、面白いね、ね、うん、笑っちゃうよね、うん、なんか寸劇みたいな感じで、うん、そうそうそう、寸劇、寸劇ってない、寸劇じゃない、寸劇寸劇みたいな、面白いです。続いて私的に自慢したいライブ、おぉ、うぇーい、なんだろう、自慢って自慢だって自慢、普通に自慢、普通に自慢、アップガンライブ見たことない人にじゃあこのライブは見てっていう、あ、武道館じゃない、うん、ああですよね、確かに武道館は、うん、ねえ、ね、詰まってますしね、いやでも日本武道館のライブは、うん、なんかすごいいろんなアイドルに見てもらいたいなって思った、うん、なんかこういう日本武道館の使い方もあるんだよっていうのとかも、うんうん、やっぱりちょっとなんか型外れな感じのライブ、うんうん、型破り、型外れだって、あー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 、型外れた、型破りね、みたいな、そうですね確かにそう、ライブがやっぱあったので、うん、なんかそこはね、うん、あのこれからなんかアップガのライブも、うん、なんかあれでなんか正解だっていう人もいると思うし、うん、なんかあれは間違いだっていう人もいると思うし、うん、まあ、いろんな意見があると思うけど、うん、その私たち自身はやっぱり正解なライブをしてるから、うん、なんかそうやってちょっと周りと違うことやってても、うん、なんかいろんなことが正解なんだよっていうことをちゃんと知ってもらえるような、うん、なんかアピールできるようなライブなんじゃないかなって思うんで、やっぱこれは自慢したいですね、うん、確かに、はい。このまま気になるよねお次は体力的に限界があったライブ、いっぱいあるじゃん、ね、うん、この、うん、ここに載ってない、載ってないんですけど、うん、タイバーアンギョしてた頃の、うん、あーねー、あのね、六本木決戦、あーやばかったあれ、そうだよね、東京に戻ってくる、そう、ずっと回ってきて、うん、まあなんか仙台でドロシーズやったり、うん、新潟でねぎっことやったり、うん、福岡でリンクとやったり、愛媛で姫キュンとやったり、うんうんうん、どっちないとかある、今5カ所行ったかな、うん、な、うん、そうで回ってきて、で最後が六本木でビスト対バンだったんですよ、うん、でもその時すごいもうなんかもうその時点で結構体がボロボロで、うん、回ってきたもう体力がなくなっちゃってて、うん、でなんかそれで迎えたから、うん、終わってからなんか、うん、多分ね写真集かなんかに残ってるんですよ、残ってる、そう、なんかアプガのランダーランダー
ランランランっていうランアプガランだ。ランランランって曲名じゃないから。ランアプガランっていうフォトブックみたいな、ね、そう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 、ドキュメンタリー、あ、そう、ドキュメンタリーフォトブック、はい、今載ってるんですけど、はい、なんか本当に終わってから、うん、なんかこういう感じになっちゃったの、うんうん、なんかみんなもバーって放心状態みたいな。でなんか私もあんま覚えてないんだけど、うん、映像とかに残ってるから見て思い出したんだけど、うんうん、なんかこうなってる状態でセッキーか誰かに薬をこうもう口に、あーあったね、なんか栄養ドリンクみたいなのを入れられてもうこんな感じになってるのが、あーあったね、そう、結構あの時はもうフラフラ、しかもそのすぐ後にこの横浜ブリッツが控えてたんですよ、うんうんうん、そうだね、台盤全部回って、そうそうそう、回ってすぐ次の週かなんかに横浜ブリッツの単独ライブ控えてて、うんうん、でも本当になんか声も出なくなっちゃってたし、あの時、うんうんうん、ずっと咳してた時、そう、咳が止まらなくて、あの時期、そうで咳しすぎて声も出なくなっちゃって、うん、でも体もフラフラでみたいな、うん、すごい良かったんですよ。でもさ、みんなってみんな六本木の時やばかったよね、うん、確かにみんなそうだった、うん、そう、懐かしい、強くなったね。あ、3000人超えました。お、3000人の皆さん、9月15日は絶対東京に来てくださいね。お待ちしてます。待ってます。左のバーナーで踏めるのでぜひともバナー、バーナーだ、バナーでなんかバナーバナーバナーラストバナーナナなんで佐藤綾乃といえばのライブ全然わかんないんだけど、何ちょっとある、なんか自分的にこれ佐藤綾乃なんだろう、だぜ逆にうちらが考えるってなるね、なんだろう、なんだろうな、確かにあんま自分では気にしないよね、うん、うん、なんだろう、皆さんあります、なんか鼻血ギター弾き語りな、すごい多いよギター、みんなギター、ギター、ギターギターのイメージ強いみたいです、すごいね、みんな消えないね、その記憶ねあ、でもゼップツアーの方ね、あれだよね、全然ゼップツアー、うん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 、確かに確かに、やってくれてた、ハイスパー名古屋って人だよ、ハイスパー名古屋ってハイスパーいっぱいやってるから、ハイスパー名古屋、ハイスパー名古屋、こう狂ってたのはダントツでヤオンっていう人もいる、ヤオンね、確かに、ハイスパーオープニング、あ、私なんかさ、ヤオンの思い出したけどさ、ヤオンのさ、頭で2人のさ、やったねー、なんか寸劇みたいになったんですよ頭いきなりで、なんか私があのアップアップタイムって曲で頭演歌歌ってるんですけどヤオンバージョンになんか長いロングバージョンでやって歌い切って綾野にちょっと突っ込まれるみたいな、うん、でもそこのやり取りが全然うまくいかなくて、そうそうなんかリハーサルとか何回もしたんですけど、なんかどうもうまく、ね、なんか行かないし、なんか、まあ、1回目1回目行ったんですよ、うん、リハーサルで、でもなんか本番の時になんかあやのんがなんかなかなか決めの言葉を言ってくれなかった、その言葉を言ったら私がこうやって言うからっていう、そのセリフをずっと言ってくれなくて、ずっと喋り続けるんですよ一人ででやばいなと思って、これあやの忘れてるかなってすごい冷やせだよね、そこどうしようどうしようみたいななんでだ言わなかったんだっけ、え、わかんない、全然わかんないただ単に、なんかすごい会場静まり返って、なんて言ったんだっけ、早く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 、だってあれさ、あの関係者の皆さんとかにもさ、あれ何だったのってすごい言われるよね、確かに何だったのって感じで、そうだね、難しい、確かにそれ結構私のアヤノンとのライブの思い出はするもう最悪だ、辛いやん、辛いやん、ウケるんだけど、ね、感じでたくさんいろんなライブありましたけども、ね、はい、まあ9月15日の、はい、Day of Our Life、はい、なんかやりたいこととかある？なんだろう、うん、なんだろう、なるべくたくさんの歌を歌いたいってことと、うん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 、やっぱね、うん、ちょっと最後なんで、うんうん、ソロ曲歌いたいです、おいいじゃない、ちょうどアルバム、そうなの、発売しての時だから、うん、ソロ曲入ってるんでアルバムに、うん、いいね、一人ずつも見てもらって、まず何人でもね、フォーメーションでちゃんと歌うのが本当にそれが最後だから、うん、なんかいつもより多く、あ、ここでアイコン撮ってなかったなっていうところでもアイコン撮ってみたりとか、うん、なんか
いっぱいみんなのこと見ながらライブしたいなって思うし、この二人にもたくさん目を合わせてほしいなって ね, ね。でも合わせたら泣いちゃうから。うわー、そう、かわいいんだけど。じゃあめっちゃ合わせに行こう、ね、なんかいっぱい7人での絡みっていうのもね、やりつつ皆さんにも7人の姿はこれだっていうのをしっかり見せるライブにしたいなと、はいはい、思っております。頑張ります。頑張ります。皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。もう一回言いますけどね、はい、こちらのバナーからこっちチケットゲットできますので、ピッピッ、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、以上、ロードトゥーレイオブアワーライフ、ライブでアップ顔振り返ろうでした。イエーイ、言えた言えた言えた、ということで、あっという間のエンディングです。はい、今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございます。でランキングを確認したいと思います。はい、第3位ヤギヤギさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位ガクタさん、お、ありがとうございます。そして第1位がトシアット台湾さんです。はい、とありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、では、はい、パップガールズがこかりからのお知らせです。あ、ランキングで1位の方、あ、そうだ忘れてた。1位の方にはね、はい、はい、メンバーからありがとうを伝えたいと思うんですが、はい、誰がいいですか。ですか、あと台湾さん、トシさん、あと、でもあのノンさんのさ、ノンって書いてる T シャツのアイコン可愛くない？え、作ったってこと？わかんない。あやのさほちゃんをギュッとしてください。どういうことだ。ギュッとしながらトシさんに俺を言うんじゃないですかね。すごい、むずい、よくわかんない感情になるよね、それ。誰に言ってるんだかよくわかんない。なんかそれ、何仲の良さ、どういうこと、仲の良さアピールしつつトシさんにお礼を。見たい、その姿が見たいんだよ。なんか恥ずかしくない、これ言われて。いや、私も結構恥ずかしいよ。仲の良さをね、ちゃんと見せてっていう感じなんだと。いや、牛以外にもあったでしょ。何すんの。見たい、ミンガも見たい。これ見たちゃうわ。早くギュッてして。お前、お前、お前、これ完全に楽しんじゃってるんだけど。はい、行ってみよう。2人、これ恥ずかしくない、何やんの、嫌なんだけど。いや、ただギュッてするだけだから。やばい、面白いね、こういうさ、気まずい人たちのさ、絡みって面白いね、なんか。そうやってさ、なんだけど。だって、ギュッていっちゃえばいいんだよ、ギュッて。怖い、綾野に睨まれた。甘い。これ何に、なんかさ、中学生に戻った感じするんだけど。なんかやだ。そうですね、じゃあ。待って。のんさんのお礼はね、3、2、1、私がすんの、キュン。何、ギュッとしながらお礼を言うの。トシさんに、はい、トシアット台湾さん、ありがとう。あ、カミの顔。なんか反応しろよ。はい、じゃあここでアプガからのお知らせです。はい、8月29日に、フォースアルバム過去仮を発売します。イエーイ、はい、7人で のラストのリリースでございます。初回便宜。動揺しすぎ、動揺がすごい、止まらない。初回限定版で7人の全員分のソロ曲が入ってますので、皆さん楽しみにしててください。わーい、イエーイ。そして、富士山近郊バスケ生みなみと綾乃の卒業旅行を行く。やばいよ、やばい、今ピーク。9月9日10日に行いますので、はい、皆さんツイッターで様子を追ってください。来てください。もう締め切っちゃってるからね。はい、そしてですね、アパプライルズ過去 VS アンジュルム、対バンライブが決定しました。9月の12日ゼップダイバーシティ東京です。はい、イエーイ。どうですか？これ今いろいろと
あの計画が進んでありまして、やりたいこととか、ね、やりたい曲とか、はい、いろいろ企画を詰め込んでいますので、楽しみにしててください。はい、そしてですね、7年目にしてやっとアップアップガールズ括弧 FC、ファンクラブサイトが開設されました。もう結構ね、無料で見れるコンテンツがたくさんありますので、はい、皆さん見てください。はい、そして、7人で最後の単独ライブが9月15日、ZEPP 東京にて行います。皆さんぜひよかったら本当に7人のね、あの集大成に来てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてそして、7月29日30日はですね、はい、六本木ヒルズアリーナにて六本木アイドルフェスティバルを行います。今週末だね、もうすぐだね。はい、イエイイエイ、はい、はい、そう、あの夏の歌を歌うんですけども、はい、ちょっと意外な選曲だと思います。そうね、そうですね、ちょっと新たな分野、うん、新たなジャンルに挑戦したいなって思いますので、はいはい、ぜひ楽しみにしててください。はい、こんな感じです。はい、はい、ということでね、はい、次回の戦場カッコリを見逃さないために、ご覧の皆さんもハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。お願いします。ということで今日はどうでしたか。ちょっとなんか疲れた。なんで疲れましたね。すごい最後にいい2人のシーンが見れて、戦国さんは後で一緒に帰ろうね。怖い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 、ごめんね。帰ろうね。すごい、私的にはすごい楽しかったです2人のそんなシーンが見れて、多分皆さんもご満足いただけたと思います。そうですね、はい、まあ、でもいろんなライブとかも振り返れてね、はい、本当に良い企画でしたね。はい、たありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れのお時間です。以上。やっぱ以上じゃないよ。変だよね、沢さんって変だよね。急に来たと思ったらね、こう波が分かんないの、沢さんの波が。だいたいなんか声張るときはこんな感じだから。そう、目が上がると思うんだよね。それではお別れのお時間です。はい、以上。しまんない、しまんないのこれ。じゃ次はちゃんと言おう。はい、OK、行こう。それではお別れのお時間です。いいじゃない。以上。